こんにちは、シーバードです。今回は、スクワイヤークラシックバイブテレキャスターのレビューです。スクワイヤーというとフェンダーのエントリーブランドというイメージがあるかと思うんですが、このクラシックバイブはその中でも最高峰のギターになります。ロゴこそですねスクワイヤーなんですけれども、このクオリティはまさにフェンダーです。以前クラシックバイブのスタートのレビューも上げてるんで、そちらもぜひご覧いただきたいんですけれども、今回はテレキャス。どこがね素晴らしいかというと、もうネック、ギターのサウンドでねネックが非常に重要だと言われておりますが、フェンダーに劣らないクオリティのネックです。このテレキャスターは70年代を意識したヴィンテージ系なんですけれども、ネックの幅がですね若干太めなんですよ。握った感じからですね、あ、いい音が鳴りそうだなっていう風な握り心地がします。ではよってパーツを見ていただきたいと思います。まずはヘッドですね。スクワイヤーフェンダーテレキャスターデラックスと書いてあります。ラージヘッドですね。でメイプルのネック、非常に綺麗なメイプルです。握り心地も最高です。そしてフェンダーのロゴ入りのワイドレンジのハムバッカーが2つついておりまして、でサドルはフェンダーのロゴ入り、めちゃめちゃかっこいいですね。これもなりそうな雰囲気がめっちゃ出てます。そしてボリューム2つにトーン2つと。で裏見ていきましょう。フェンダーインドネシア産ですね。インドネシアいいです、実はいいです。スクワイヤーのプレート、thank you.